ジャパンフットボールリーグ第23節ラインメール青森との対戦小雨の降る中2300名を超える声援の中勝利を見せつけることができるのでしょうか奈良クラブのフォーメーションは3436番前田が今シーズン初の先発出場を果たしました対する青森は442アウェーでは4対1で勝利していますが油断なりません 昇格に近づく勝ち点3を勝ち取ることができるのでしょうかキックオフの笛が鳴り響き開始3分いきなり奈良クラブにピンチが左サイドから中央空いたスペースにボールを運ばれると強烈右足これは藤吉がギリギリのタッチでゴールを許しませんすると12分 7クラブ33番山田が左サイドを突破からクロス弾かれたボールを7番菅野が拾い再びクロスこれは相手ディフェンダーに弾き出されますこのプレーでたコーナーキック大きく上がったボール有園が競り勝ちこぼれたボールに前田浩一左足ゴール 今までの鬱憤を晴らすかのような気持ちのこもったゴール先発起用の期待に応えますこぼれたボールに合わせたバックステップからの腰をひねってニアサイド素晴らしいさらに前田の勢いは止まりません前半41分ペナルティーエリア内に侵入すると再び左足 このシュートは枠を外れてしまいましたがこのまま1点リードで前半終了勝利に期待が高まります後半に入るとペースは青森へ7分中央を密集した場所へボールを入れられると落として裏へ抜け出されますここはゴールキーパー31番藤吉が勇気を持った飛び出しからゴールを防ぎます 18分、サイドペナルティーエリア内にボールを運ばれるとクロスを上げられるここは中村が大きくクリア直後のプレー、青森16番和田に中央を突破されそのまま左足ゴール右隅に流し込まれ失点してしまいますさらに19分、中盤でボールを失うとそのまま持ち込まれシュート。 これはポストに助けられますしかし28分右サイドを突破されるとクロス一旦外へ弾くも再びクロスを上げられフリーで待ち構えていた30番バンダイにゴールネットを揺らされ逆転ゴールを許してしまいますなんとか勝ち点3をもぎ取りたい奈良クラブは 後半三十六分、山田が左サイドを突破、クロスにキム。これは惜しくも合わせられず。このまま無情にも試合終了、一対二の敗戦。数多くの観客の前で勝利を見せることはできませんでした。はい、お疲れ様でした。あの、今日もたくさんの方々が、スタジアムに来てくださいました。ありがとうございます。 えっとまず前半についてです、えー、今日は初めて前田光一という選手がスターティングメンバーで出て、その前田光一がコーナーキックから点を取りました、あのー、非常にいいゴールだったと思います、それからこの中断期間で前からちょっとプレスするというようなところをトレーニングしていったんですけれども、前半、よくそれが機能して前でボールを奪えるシーンがたくさんあったと思います。えー、後半、えー、で我々リードしてるところから、あのー 相手に押し込まれる時間帯が15分20分と続いてラインメール青森はやっぱり攻撃させると一人一人の能力が高いですからあのそこでやられてしまったというような流れだと思います本来ならば1-0のところからしっかり我々が攻められながらも守備で守り切って攻撃で押し返していくとそして2点目3点目を取っていくというような 流れを目指していかなければいけないんですけれども、えー、まだそこが足りないところかなと感じています次のホンダ6戦が、えー、今回中4日でありますから、えー、明日1日ゆっくり休んで、えー、しっかり切り替えて、えー、次の試合に向かっていかなければいけないと思ってますまだ7試合ありますから何が起こるかわかりませんあの1試合1試合変わらず、えー、全力で戦って、えー、勝ち点を取っていくという作業を、えー、続けていきたいと思ってます以上です 次節はアウェイにてホンダロック SC と対戦します。次回、ホームゲームは10月27日午後1時より、柏原公園陸上競技場にて FC 今治と対戦します。丸産業マッチで開催限定ナップサックを手に入れよう今シーズン最後の柏原開催は柏原市民デー試合当日、青い仮装でスタジアムへ行こう